リーチ。姉ちゃんな、そんな危ない無筋そっと置いてどうすんや。はあ、あんな、そんな危ない牌切るってことは姉ちゃんも勝負だよ。そんな勝負の牌なんてな、パチンと切らんかい。パチンと。でも強打はマナー違反だって教わりました。ところがな、言ってんね、ええか、勝負しとるんや。だからな、勝負しとる側は魂を乗せて強打するんや。ええか、今から追いつくで。追いついたるからな、覚悟しろよ。そういう思いを乗せて打つんや。そしたらな、こっちもな、おう、来るんだな、来るんやったら勝負やっつってな、曲が熱くなるんや。それで麻雀が面白くなるんや。強打うんぬん言っとるやつらはな、麻雀が目的やない、マナーを守るのが目的なんや。そんなやつらの言うこと聞いとるとな、麻雀がつまらなくなってしまうわ。姉ちゃんの麻雀までつまらなくなってしまうやろうが。でも牌が割れちゃったりしませんか。ドアホ、そんなんで牌は割れんのや。こんなんでいいか、牌が割れるのはここや、ここにぶつけた時や。ここにぶつけた時に牌が割れるんや。牌が割れるうんぬん言ってるやつらは牌も割ったことない素人だけや。バカ抜かせ。確かに。あ、やってみ、やりましょう。あ、アホ、もっと勝負せ、もっと魂乗せろ。ええやないかい。それロイヤは